戦術的に全然修正できてない監督が VAR に救われてグーはもはや面白いよね。で、おなじみアザフトボーでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日のテーマはこちら、森保ジャパンのオマーン戦敗戦を徹底分析というわけで、アジア最終予選のですね、初戦となるオマーン戦、日本はですね、0対1で敗れてしまいました。この試合でですね、まあ見えた問題点、まあ改善点毎回上げててね、改善されないんで、これも虚しくなってくるんですけれども、それでも仕事ですし、まあサッカーをね、きちんと、まあ考えて楽しみたいみたいな方がですね、見てくださってると思って、作りたいと思います。ただ、ここのね、戦術的な修正皆様にお伝えしますけれども、本質的な問題っていうのはもっと奥にありますので、そこまで今回の動画では、説明させていただきます。なので最後までお楽しみください。というわけで今回のですね、日本の、スタメンの方をご覧ください。はい、ワイスカウトからの引用ですんで英語になっちゃってるんですけれども、まあそれでもまあ見ていただければわかるように、キーパー、まあ権田が使われまして、フォーバックご覧のように右からね、酒井、そして、怪我人がね、多発しまして、富安なんかもアーセナルへの移籍で、今回ね、来日が間に合わなかったんで、ここは合流がね間に合わなかったんで、上田、そして吉田、山や長友、ダブルボランチは復帰した柴崎と、遠藤航で、で2列目はですね、左から原口、鎌田大地、そして右に伊東純也、そしてトップは大迫っていう、まあこういう形になりました。対してオマーンはですね、まあ4-3-1-2、まあ4-3-3のすごく中にコンパクトに守備ブロックを敷くような、まあそういったチームでして、そんなチームがですね、攻撃の時にはまあ前線結構ね流動的に動きながら、パスワークっていうよりも長いボールでその前線の選手のまあこの力に頼ったりですとか、サイドにね、ボールを振った後にそこからの、仕掛けで、チャンスを作ろうと試みていました。で、目立ったのはですね、やっぱりコンディションの悪さですね。特に個人の名前で挙げると鎌田大地、普段だったらですね、難なく捌くところだったりですとか、切り替えの、まあ、速さを見せられる場面ですごく、まあ、疲れていたりですとか、判断が、かなり曖昧になってミスも多かったので、この鎌田大地をもうちょっと早めに変えてあげてもよかったかなというふうに思います。今回だけね、鎌田大地を、見た人はあまりいい選手の印象ないかもしれませんが、基本的にはですね、まるで日本のね皇帝として君臨するかのようなパフォーマンスを見せてくれる選手ですので、今後のね、奮起を楽しみにしたいと思います。でですね、まあ、こういったコンディションの悪さがチーム全体の切り替えだったりですとか、あと頭の部分の疲れにすごく出ていたと思いますね。そんな中で、まあ、オマーンの先ほど説明したちょっとパワー頼みといいますかね、かなりざっくりとした攻撃、それが日本にとって嫌なものになっていました。まあ、ロングボールに対して競り合いっていうのはすごく、体力を使いますし、またですね、サイドでスペースのある状態の1対1もかなり走り回らされます。そんな中でですね、日本の選手、まあ、前からの守備をですね意識しながら、やっていますので、どうしても長いボールに対して前に行ってる選手が戻ってくる時間がかかったり、そこの体力も要しますんで、プレスバック、戻って守備に参加するっていうのがちょっと遅れる場面が、見受けられましたね。なんで長いボールをディフェンスラインでね、1対1競り合ってる選手たちが、ね、なんとか弾いたところでの、回収だったり、相手の選手がキープしてる時に前から戻ってきた選手が挟み込めば奪えそうな部分での、まあ、遅さなんかが目立ちましたので、このあたりはですね、まあ、コンディションの、悪さが試合の中の、まあ局面局面で、不利な方に働いた部分だと思います。で、あとは技術発揮しにくい雨、ただこれに関しては相手もそうですし、ね、今ね一応この、フェアな、分析にするためにですね、理由としてこういったね、まあ、万全ではなかったっていうのはお伝えしておきます。ただ今回ですね、敗れた問題点、0対1の1よりも、この0っていうのがすごく問題なんですね。この0になってしまった理由、まあもしかしたらね、めちゃくちゃたくさんチャンス作って0っていう風になるかもしれませんけど、これに関しては、過程を見てね、結果を判断する、そういったチャンネルですので、このチャンネルは。なんで、チャンスをたくさん作ったり、いいサッカーをしていたら、それでもですね、次頑張ってくださいっていう、まあそういった分析になるんです。ただ、この0の理由っていうのがですね、今回皆さんにお伝えしますけど、まあ明らかに、まあ監督の、まあ準備不足だったり、選手への戦術浸透力のなさみたいな、そういったところが、まあ、ダイレクトに影響してますんで、なんでこのポイント3つに絞って紹介したいと思います。まず1つ目、二次配置問題ですね。このスタメン図を見てですね、まあこのチャンネルを長く見て、いらっしゃる方は分かるように、左サイド機能不全が起きやすいです。どういうことかと言いますと、左サイドの原口、中にも入ってこられるかもしれませんが、ライン間ディフェンスラインと中盤の
間でのプレーはそこまで得意ではありません。基本的にはサイドに張って1対1仕掛けてスピードに乗ったところから周りと連携したりですとかスペースに出ていって得点をして、そしてですね守備の時に献身的に戻るっていう、まあそういったところに特性のある選手です。で、サイドバックの長友、まあ上下のアップダウンがですね持ち味で、ね、サイドでまあ張って生きる選手だったり前線の選手に攻撃参加で厚みをもたらせる選手ですね。なんで左サイドが縦に並ぶ関係になってしまいます。これですねサイドが南野だったりとかしますと中に入ってきて長友が使うスペースが空きやすい、そこでの連携でねそれぞれが得意なエリアに立ちやすいんです。ただ原口と長友の関係だとサイドが縦関係になってしまう。でこの縦関係になるのはいいんですけど、そこから先このねトップ下の鎌田との組み合わせだったりとか日本代表全体の構造を考えるとかなり不具合出てきますので、ここからちょっと画像を使って説明させていただきます。はい、スカウティングサイト Y スカウトからの引用の画像です。前半22分40秒、左から右に攻める青のチームが日本代表です。で、この時に原口ここですね。長友ここですね。なんでこの縦関係になってしまってる。こうボールは通りますけど、この後の展開をイメージしてください。ここにね、内側にライン間、まあ左のハーフバイタルですね。ここにですね、選手がいないんですよ。なんで、外をボールが経由しても、ここの連携での攻撃がなくなってしまう。すなわち、原口が1対1で突破するしかなくなりますね。長友が上がってって2対1作りたいですけど、相手も当然ね、前から選手が戻ってきますので、なかなかそういった連携で崩すことができない配置になってしまっています。で、次のシーン。はい、このシーンですね。ここは、長友が3バックの左のようになっています。なんでね、サイド上がっても縦関係になってしまって中へのコースも作りにくいし、まあ今説明したような状況になるんで低い位置に取ってる24分48秒のシーンなんですけれども、ここからボールを入れる際ここね相手の守備ラインウイングの後ろ、そしてねサイドバックの前どっちがつくか曖昧ファジーになるエリア、このファジーゾーンに人がいない状況でこの時原口を降りようとしてて鎌田もここずれて受けようとしてます。もしかしたらこのまま受けようとしたのかもしれませんが、いずれにしろまあ距離が空きすぎている問題、そして鎌田がですね当然原口と長友が先ほど見せた画像のようにここでもそうですけど縦関係になって左サイドに密集してる。なんで内側のコンビネーションも使ってサイド起点にして中も崩したいっていうチームなんで、トップ下の鎌田が左サイドに寄ってきますね。そうなると起きる現象がこちら。はい、先ほどから10秒後のシーンなんですけれども、左から右に振った後に伊東純也張ってますけれども右サイドに人いなくなるんですね。まあ当然ですよね。中央の鎌田が左に寄った後なんで右に人がいなくなる。なんで伊東純也ここで受けてもですね、まあボールの移動中に寄せられるっていうシーンだったんですけど、受けたとしても1対1で突破をするしかない。まあオマーン相手にはこのやり方でいいかもしれませんが、ただここにまあ大迫はね、まあ心配してというか連携しようとして流れてくるので、トップに人がいなくなりますし、まあさっき言ったようにね、連携で崩すまでにですね、人の移動で時間がかかってしまう。なんでこのね左サイドが縦関係になってしまって、そこに鎌田がサポートに行く結果、右サイドがですね孤立してしまうみたいな、意図的な孤立ならいいんですけれども、そうじゃない孤立の形になってしまうんですね。でこれをどうすれば解消できるのかはこちら。はい、現状ですね原口が張っていて長友も張っていて、このエリアを使わせるために鎌田がこう流れてる、で伊藤こうなんで、この状況だと伊藤が入らなきゃいけない。だけどそうなると酒井宏樹はこう上がることになる。酒井の特性的には右のですね低い位置でカウンターのフィルターになりながら、もしも空いた時にこう上がってくるみたいな、そういった役割なんですよ。なんで適材適所で言うと原口を張らせる長友はそのままこの役割です。で鎌田もこれでいいんですけど、柴崎と遠藤の位置を変える。それによってですね柴崎、知ってる人は知ってると思うんですけど、高い位置で、クロスを上げるみたいな、右サイドの攻撃絡みながら上がっていくみたいな、こういったね、役割すごい得意でした。ワールドカップとかでもやってましたね。ただ最近こういった役割与えられてないんで、なり潜めてますけど、今回の試合も左の高い位置上がってました。ただ、まあ、鎌田の利き足、右足ですし、柴崎もクロスが得意で前線に上がってくるんで、こういった形の、両サイドのサポートの仕方、柴崎鎌田を伊藤と原口の内側のサポートにつけてあげて、長友が今回低い位置いるんだったら長友がここで、酒井がこういった形で遠藤がアンカーっていう、こういったね、まあ、415、235みたいな、こういった形にすれば、こういった、今ね、画像で説明したような機能不全は起きませんでした。ただそういった修正が今回なかったんですね。で、それによって、起きた問題点。まあ、これはね、派生したものなんですけど、それが、ファジーゾーンの不使用です。この画像をご覧ください。はい、後半の47分のシーンですね。先ほど言ったように、左鎌田が取って、右側のここのスペース、いる人いないということで、伊藤が中に入っていく形になりました。ただ、酒井宏樹はそこでバランスを取る前半の意識が強かったのか、いずれにしろ低い位置いるんで、
ここに人がいないんですね。ここに人がいないと起きる現象としてサイドバックが釣り出されない。サイドハーフだったり前線の選手で対応できるんで、日本代表が使いたいですね、相手の最終ラインにほころびが生まれないんですね。なんでさっき言ったようなサイドハーフの後ろ、サイドバックの前のどっちがつくか曖昧なファジーなゾーン、ファジーゾーンに人がいなければいけないんですね。伊東が内側に入ってく、そういった、進化、そういうプレーができるようになったことによって、そしてですね、日本代表が前半うまくいかなかったことによって、起きた問題だと思います。で、次のシーン、はい、47分40秒、今度は左から攻めるんですけれども、ここですね、長友ちょっと高めの位置いますけど、ファジーゾーンはここなんで、この辺りにいてほしい。ただちょっと低めの位置になってる。ここの距離が広すぎることによってそうなってますね。で、ボールが行った後に、このようにまた低い位置で受けることになって、このね、中盤の選手が対応できますんで、ここのディフェンスラインにはほころび生まれず、ね、日本の選手、この時間反対は古橋ですけど、裏走っても対応できてしまう。この時にここで受けると、この選手出てくるんで、対応がセンターバックになりますんで、ボール、このね、古橋につながりやすいですし、ね、つながるときにセンターバックが釣り出されて中も空きやすいっていうめちゃくちゃいい効果があります。ただこういったことをですね、できない配置、高い位置を取れない、そこでボールを受けられない問題ありますね。で、次のシーン。で、ここにいるのが柴崎、左のボランチですけど、次のシーン。はい、内側でサポートしようとして、外の選手がいないんですけど、これね、低い位置で受けた場合は次ここに、外に基準を作らなきゃいけないんですね。なんでこの選手が流れてきて、内側の選手がここを取るか、後ろの選手が一つ前に出るかなんですけれども、必要な場所に人がいなくて、ね、もう足りてる場所に2人いるみたいな感じで、ここで詰まってしまって、なおかつさっき言ったようにボランチがですねサポートしようとして点取りたいから上がってきてしまう結果、はい、失った時にですね、その上がったボランチのスペース空きすぎててカウンターの起点になってしまってるんですね。なんで攻撃をきちんと修正改善しないことによって守備にまでほころびが生まれてしまっています。で、こういったね動画を、画像を見せますと、サイドバック上がらないのリスク管理じゃないですかっていうふうに、おっしゃっていただける方いるんですけれども、ただ64分のシーン、長友はですねサイドに張ってる古橋を追い越して内側から上がっていくみたいな、そういったシーンがありまして、リスク管理でサイドバックに絶対上がるなっていうふうに言ってるんなら、そういった長友判断はないはずなんで、単純にここはですねポジショニング的にちょっと高めの位置を取れないっていう、そういう問題が起きています。で、これがですね両サイドバックの力量とかそういった部分だけの問題じゃないんですね。こちらをご覧ください。はい、このシーンもですね、長友低い位置で手を広げてますけど、クロースロール。ね。レアルマドリードのクロースって選手がよくやるロールなんで、クロースロールって呼んでるんですけれども、中盤からちょっと低めの位置に下がって、3バックの一角になるような、そういった形。そうすることによって、ボールの中継地点。なんで柴崎がここでクロースロールできていますね。なんでここを使うと持ち上がれますし、中継地点になりますんで、こっからここのパス通りにくいですけど、ここを経由すると、こういうスルーパス気味に、この、中盤のラインを超えられるパスを出して、さっき言ったようなファジーゾーンでボールを受けられます。ただここでですね、1個飛ばしてパスを出してしまうんで、結果48分51秒。はい、このようにまた低い位置で受けることになるんですね。なんで1つ経由する。柴崎自体もちょっと折り方が緩かったんで、パスを出すのを、中央の選手、吉田麻也が、怖がったんだと思うんですけれども、ただこういったね、ファジーゾーン取れない問題っていうのは、クロースロールを使ってないことによって起きています。で、逆サイドに振ったシーン。はい、柴崎がですね、クロースロールしてるシーンで、これ確かここ経由したか一発だったか忘れましたけど、いずれにしろ左から右にね、こうまた経由できるところで、クロースロールではないですが、センターバック2枚と降りてきた中盤で3バックのような形になってて、それによって、ね、ここで上田がですね、フリーになってます。で、上田が受けまして、この状況ね、ちょっと運べばですね、この酒井宏樹右に張ってますけど、少し前目に出せばですね、ファジーゾーンで受けられて釣り出せる、それによってディフェンスラインをほころぶ、日本チャンスできる。これ大チャンスだぞ、こっからどうするのか。はい、足元につけました。なんで、ファジーゾーンでボールを受けられず、また作り直しと。なんで、こういう風にですね、きちんと、再度起点にチャンスを作れる構造配置っていうのをですね、日本全体が理解してない選手たちがですね、できないような、そういった状況になってしまってるんで、この時に監督はセンターバックに持ち上がる指示、クロースロールを早めに作る指示、もしくはサイドバックの選手たちに高い位置を取って、そこでですね、ボールを受けて中の選手をフリーにしてあげる指示、いずれかが欲しい状況ですよね。ただそういった、修正によって起こる現象、ほぼ見られていません。で、見られてるシーンなんかもですね、もう一つ、これが3個目、最後の問題なんですけど、それが起きています。それがですね、ライン間不在。こちらですね。はい、75分なんですけれども、低い位置からボール出る状況で、このね、433の3、間が、こう、空いてるんですけれども、3のね、この間、この辺りですね。誰もいませんね。なんで、この状況からくさび入れるのはだいぶ厳しいですけど、ただこういったところに立つ意識、それによって相手は入れられるのを怖がって、閉じますので、サイドが開く。で、サイドを揺さぶっていると開きますんで、中を使えるっていう。
まあそういった構造がサッカーにはあります。で、入れられるタイミングで、どうなのか、この75分4秒の4秒後。はい、くさびを入れられるシーンですね。ここ、クロースロールにシャドウの選手、古橋がね、ウイングの選手が下がってきてしまっています。まあ誰かが下がってきても誰かが埋めてればいいんですけど、ここに人がいないんですね。ただここで経由地になってファジーに長友がいますんで、そこを渡した後、じゃあここその後取ればいいじゃないですか。この数秒。はい、後ろにね、コースを作って誰も入っていかないんですね。なんで、このね、ファジーゾーンでボールを受けて、それによってほころび作れるはずが、こう連携できるところに人がいない。この問題がですね、まあ両サイドで続いていました。で、こういった時にですね、久保建英が入ったんですけど、久保建英は右サイドに使われましたね。酒井宏樹が低い位置にいると、久保建英がサイドに張る。なんで、久保の内側でサポートする選手がいなかったり遅かったりする。このビジャレアルとか、かつてのマジョルカで起きてた問題が日本代表でも今回起きていました。でですね、一番うまくいったシーン、82分のシーン見てください。はい、このシーンはですね、右選手張ってる選手がいて、で、久保はここにいますね。で、他のどうなんかな、この、ライン間にちゃんと人がいる状況。なんで、相手としてはね、サイド張ってる選手を気にする選手、ライン加入選手を気にする選手で、このスペース空いてるんで、ここにはね、まあ大迫への花道できてますし、他の選手も使えるっていう、こういう状況でここでボールを久保が受けます。はい、で前を向いて相手が閉じてくるところで、まあ大迫に入れてその後詰まっちゃったんですけど、まあこういったね、間を使えてるシーンって、ここの判断でまあね、ワンツーで大迫が久保に渡せばっていうような82分22秒のシーンなんですけど、裏、古橋が走ってて大迫がね、こう作ってるスペースのところに、もしかしたらもうちょっと近くにね、センターバックとサイドバックの間にいたらこう走れましたし、そこを意識させて長友が走るみたいなこともできました。なんで構造が整理されてると、ここ、うまくいったシーンではないんですけれども、選択肢がめっちゃ多いの分かりますよね。なんでこういう選択肢をたくさん作れるような構造を、監督がですね、まあ用意してあげなきゃいけない。あの、選手に何でもいいよ、好きなように自分たちのいいプレーしてじゃなくてですね、このエリアを誰が使うのがベースなのか、でそのエリアから離れた時に他の選手が入ってポジションチェンジ、起こそうみたいな、そういったところが必要なんですけれども、それがね、まあ、発生したシーンはこういうふうに選択肢が多くて、発生してないシーンはですね、先ほどお見せしたようにもらった選手がここで何すればいいのっていう状況にずっとなってしまうわけなんですね。まあこんな感じでここまでお見せしたように、オマーの守備、確かにフィジカル的なコンディション整ってましたけど、決して組織的にいい守備をしているチームというふうには、全く言えません。いつもの日本代表だったり、配置の組み合わせが間違ってなかったら、崩せる可能性すごく高いです。ただ選手たちの頭も疲れていたと思いますし、ね、配置が整ってない状況で、ね、力技でなんとか乗り越えてきた日本代表に、まあ、力がなくなってる状態だったら知性で助けなきゃいけないんですけど、ね、そこの援護がないんで、まあ、それはこういう風になるっていう感じなんですよね。で、あの試合後のですね、まあ、ハーフタイムどういう風に修正したんですかっていうところのコメント、ちょっと、聞こえにくかったんですけれども、書き起こした、サイトからの引用でちょっと紹介させていただきます。森保さんのコメントです。時間とスペースがある中でサイドから仕掛けること、まずはゴールに向かう、相手の守備も崩すように横からくさびを入れる、これまでやってきたことを出しながら試合を進めようと戦った、なかなかサイドから中央へ崩しきるというところに至らない中で、前半から後半にはサイドバックのところでいい形で起点になっていたので、もう少し前線といい距離感を持てるようにと望んだ。後半は少し良くなったが得点を奪えずに終わってしまったと、ね、皆さん聞いてどう思いました？全然現状把握してないですよね。ピッチ上で起きている問題ね、全部を完璧に気づくっていうのは難しいかもしれませんが、気づいてる人が、まあ、言わないフレーズたくさんあります。まずですね、サイドから仕掛ける上でね、選手がうまくいってないっていうのはですね、個人個人の能力に頼ったような、まあそういった状況でですね、ボールを与えられてるからで、そこの構造を修正しなきゃいけない。なのにその状況下でですね、サイドバックのところで起点ができていると。ボールを持たされるというか、相手がね、守備に行かないって決めてるところでボールを持たされてるだけなのに、そこで起点になってるっていうふうに捉えてるんですね。で、もう少しいい距離感を持てるようにと望んだと。これどこまで具体的に言って、どこまで具体的にインタビュアーには言わなかったかっていうのはわかりませんけれども、いい距離感っていう漠然とした、まあ、発言、これね、今皆さんお聞きになった上で距離感が問題だっていうふうに、思いましたかね。確かにセンターバックとサイドバックが離れてる距離感のところありましたけれども、そこクロースローで使ってたね、柴崎の存在もありますし、距離感よりもいるべきところに人がいない、距離の長さではなく配置だったりですとか構造の問題、そういうところにお気づきになられたと思います。ただそれをですね、まあ、気づいてない監督が、まあ、当然、効果的な修正ができない、でできない中で選手たちだけでやってるから、
本来張ってなきゃいけない選手が中に入ってきたりですとか、本来上がらなきゃいけない選手が上がってない、上がっちゃいけない選手が上がってるみたいな、選手それぞれは自分たちで解決しようとして結果正解から遠のいていってるっていう、まあそういった現象が起きてしまってるんですね。なんでこういう、まあ監督が率いてるチームが今回オマーン相手に全く修正できず、しかも敗れてしまいました。目標は日本ベスト16の突破です。ってなると世界はですね、個で狩りをしてたライオンが集団で群れになって狩りをするような、そんなチームが増えています。代表チームだと戦術仕込めないって言ってる方はですね、ぜひとも、ユーロのイタリア代表とか仕上がっていく中でどんどんチーム力が上がっていったスペインとかイングランドを、見てくだされば、嬉しいです。で、一方日本は本来集団で戦って勝つはずなのに、その人たちが個で戦ってるね、集団の狼がですね、個でね、集団で向かってくるライオンに勝てるかって言ったら絶対無理じゃないですか。なんで今の日本にはですね、より一層日本は集団で戦わせてくれる、ただみんなにね、いいよいいよブラボーって言うだけじゃなくてですね、本当に日本がですね、効果的に集団で戦える、そういったチームにしてくれる監督が必要なんですね。なので森保監督じゃもうかなり昔からアジアカップの決勝の後ぐらいから言ってますけど、もう厳しいっていうのはもう世間が周知の事実だと思います。ただじゃあ森保さんの後にそういった監督を呼ぶのか、次に来る監督がね、これっていう公認候補が見当たらない状況、ツイッターで言いましたけれども、本当に選手と違って監督が全然戦国時代じゃないんですね。選手たちは別にね、ライセンスとか持ってなくたってね、伸びる人は伸びて、伸びない人は伸びなくて、その伸びた人たちで最強の集団になって海外でも活躍している選手たちが集まってきてるじゃないですか。ただ監督に関してはね、Jリーグでうまくいかなくなって解任されても、そういったポストが用意されますし、代表でうまくいかなくてもね、コミュニケーションがうまいのか、スポンサーさんとのあれがうまいのか何か知りませんけれども、ずっと改善もしないでね、修正もしないでずっと残り続ける。で、次がいないからどうしよう。これはですね、おそらくまあ前から言ってましたけど、ワールドカップのこの最終予選やばいですし、下手したらワールドカップ出られないっていう高すぎる授業料を払って日本の改革が必要っていう状況にもうなってしまうかもしれません。こんな状況ね、本当に避けたいですけれども、ただそれでもですね、まあここまで来てしまったんで、今のね、日本に必要なのは、正直選手たちがですね、自分たちで修正して直すしかない。ただ一番直せるような選手たちもですね、今回で言うと鎌田に代わって出たですね、久保とかも投入かなり遅かったですしね、選手たちで直せるっていうのは選手それぞれの最適解バラバラなんで、限界があります。ってなるとトップの質っていうのが重要になりまして、現状の日本監督ガチャ、本当に森保さんの次の監督、その監督になった時その人がいい人かどうかで、これダメだった場合このままズルズルいくんで、日本サッカー協会が監督の育成とかですね、そういった次世代の監督に、このね、ちゃんと未来を託せるような、そういった構造を作れるね、強いものが生き残って、弱いものはですね、淘汰されて、また這い上がってくる人がいたら、その人たちを見守るみたいな、そういった健全な構造をまず作るところからですね、始めないと、今回のいっぱいはですね、ただのいっぱいじゃないと思いました。というわけで、面白い動画だと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。レオザフットボールでした。バイバイ。